もう少しこのまま水辺でのんびりしたいな。暑いけどもうひと踏ん張り。ミーヤと宝を探しに行こう。ラクダに乗っていざ出発だ。砂漠の財宝はどこだ。はい、みなさんこんにちは、ゆきこみなのでございます。ということで今回なんですけど、新イベントが始まりましたね。ということでガチャ性能見ていきましょう。というわけで、きらめくアラビアンナイトガチャパート4ということで、はい、まあ久しぶりに来ましたね、アラビア編というわけで形でございます。はい、まあこんな形で、まあ今回はユンユンとミーヤというわけで、まあ初ですねって形ですね。はい、まずユンユンですね。はい、ユンユンに関しては、まあ温泉の上位互換というかね、まあ温泉に続く風属性というわけで、まあ前回は温泉もね、まあ、風だったんですけど、まあ今回はその上の上位互換が来ましたねというわけで、敵一体に 223%、 必殺ゲージ中を消失して 454 という形、めちゃめちゃ高いですねという形でございますね。でランダム攻撃が流行っておりますので、ランダム攻撃的に168の風魔法を2回与えるとのことでございます。そしてミーヤちゃん、ミーヤちゃんの火星はおそらく初だったかなってくらいですかね。なのでまあこれが新しくなるって形ですね。敵1体に156の HP70 以上で277の火星物理ダメージを与えて、味方全員の必殺スキルゲージを中アップする。敵1体に 162% の風属性物理ダメージ&味方全員のデファフを1回防ぐですね。はい、たまに出てくるデファフ防ぐやつですね。今だけ。今日も進まなかった。あ、やっと部屋から出てきたわね。心配してたんだから。そうだよ、リアちゃん、ずっとこもりっきりだし、時々うなり声が聞こえてくる。このスマ虹がかかってる。ちょっと待って、新曲のアイデアが浮かびそうだ。ということで、メガパッド襲来ということで、配布はリアでございました。雨が止んだ。見て、空がすごく綺麗だ。はい、ということで、敵全体に229の HP70 以上で168の風属性物理ダメージ、で敵一体に 162% 風属性物理ダメージ&ぶつこを中断するとのことでございます。というわけでボスやっていきましょう。ということで、メガバット地属性、風属性攻撃に有利です。また地属性耐性があると有利ですという形で、まあシンプルめですね。何も気にしなくていいというわけなんですけど、まあこのような形でやっていきましょう。ではこのスマ聞いてくれ、俺たちの歌。いやー、風属性だったら何にも怖くないですね。回復プラス僕ちゃんとがあって、でクリティが強いという、
目に物見せてやる。今さら謝っても許さないからね。なので割と早く倒せますね。じゃがまるくん食べに行こう。カラスマ。それではエキスパートやっていきましょう。ということでエキスパートもこの編成でまあ大丈夫かなって形なんですけど、まあエキスパートに関しては回復あったらいいねっていう形で、まあ一応的にはシエロかセシリって形かな。うん、回復に関してはまあエイミーでもいいんですけど、バイトに使えるのはどっちかかなって思いますね。さっそう登場ってね。俺に任せろ。容赦しないんだから。行きますよ。天のぶつこを避けていくのが妨害らしい。痛いです。僕頑張ります。大丈夫ですか。目に物見せて。やられっぱなしじゃダメだよね。狙撃しなくてもいいから。軽やかな風のように。今さら謝っても許さないからね。そーい。さあ勝負。行きますよ。ついてこれるかな。えい。えい。準備はできてるぜ。ということで、まあ、23秒あたり倒せるのでまあ大丈夫ですね。勝てたのは皆さんのおかげです。このスパ。虹がかかってる。ちょっと待って、新曲のアイデアが浮かびそうだ。というわけで今回のエメル交換もそこまで変わってはなさそうですね。はいはい、ってことで以上となります。ということでメガバット襲来ということで、はい、工場ガチャになったということで、まあとりあえず一安心かなって形ですけど、まあ若干まあ編成というか次回のバトルアリーナ次第かな、まあ、どのような形で組み込んでいくのか非常に楽しみなところで、まあユンユンとかね、ミーヤがどのように使われてくるのかが非常にちょっとね疑問に残ることでございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ゆきかみなのでございました。またねー。バイバイ。ジョベリカエンディング。